カール・ベーム、カール・ベーム、1894年8月28日から1981年8月14日はオーストリアの指揮者。学位は法学博士、グラーッツ大学。称号はオーストリア音楽総監督、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団名誉指揮者。息子は俳優のカール・ハインツ・ベーム。孫のも女優として活躍している。 グラーツ生まれ、弁護士である父親の意向により、グラーツ大学で法律を学び、法学博士の学位を得た。しかし同時に、父親がの法律顧問を務めていた関係で、音楽界に仲間が多く、父親の友人であったフランツ・シャルクの紹介で、ブラームスの親友であったオイゼビウス・マンディチェフスキの個人教授で音楽を学んだ。1917年タイでデビュー。 リヒャルト・アーグナーの友人であったカール・ムックがベームのローエン・グリンを聴いた際に感激し当時バイエルン国立歌劇場を音楽監督だったブルーノ・ワルター・ベームを紹介したグラーツ私立歌劇場では主席指揮者に予定されていたがワルターの招きにより1921年よりバイエルン国立歌劇場の第四指揮者に転任ワルターはベームに多大なる影響を与え 特に、モーツァルトの素晴らしさを教えた。そしてまたベームも、モーツァルトの権威として知られることになる。ワルターとの交友関係は、戦中戦後を通じて続くこととなるが、1922年からは、ワルターに代わり、クナッパーツブッシュが音楽監督になった。しかしクナッパー,ーツブッシュも、モーツァルトに関してはほとんどベームに任せている。1927年音楽監督に、就任。 1931年まで。この時の総監督は、後年メトロポリタン歌劇場の名物総支配人となるであり、彼らの友情は終生続くこととなる。ダルムシュタットでは現代オペラの上演に力を注いだが、特にアルバン・ベルクのボゼックを指揮して絶賛され、ベルク本人との友情も芽生え、ベルク作品の世界的普及に尽力した。 1931年ハンブルク国立歌劇場音楽監督1934年までハンブルク時代よりアール・シュトラウスとの進行が始まった1934年ドレスデン国立歌劇場総監督に就任アール・シュトラウスゆかりのドレスデンに転任すると1935年にはアール・シュトラウスのの世界初演を行いさらに1938年には アール・シュトラウスから検定されたダフネも世界初演した。1943年ウィーン、国立歌劇上層監督に就任。シュバルツコップなど才能ある歌手を次々と見出して伝説的なベームアンサンブルを作り上げた。1944年には、シュトラウス生誕80年祭では、アール・シュトラウスに祝辞を述べ、作曲者隣席のもと、 ナクソス島のアリアドメを指揮した。1945年にはオーストリア、当時はドイツに併合されていたからフランツシャルク以来となるオーストリア音楽総監督の称号を受けた。第二次世界大戦での選挙区悪化に伴い、アール・シュトラウスより芸術上の遺言、今後のオーストリア音楽界をどのように運営、維持すべきかを託された。また同時に、アール・シュトラウスのスケッチブックなど、 貴重な資料も渡された。これらは、ベームの死の直前にウィーンフィルに寄贈されている。ドイツ・オーストリア敗戦後に連合軍から演奏活動停止命令を受けたが、1947年に解除。1954年から2度目のウィーン、国立歌劇上層監督に就任。1955年11月には、連合軍の爆撃により消失していたウィーン。 国立歌劇場が再建され、この記念すべき再開記念公演のフィデリオを指揮した。続いてドン・ジョバンニ、ボチェック、影のない女を指揮。ちなみにベームは当初ドン・ジョバンニの指揮をワルターに依頼したが、ワルターは恒例を理由に辞退し、その代わりにブルックナーのデ・デウムとベートーベン第9公共曲を演奏した。ウィーン国立歌劇場総監督辞任後は特定の ポストにはつかず、フリーランスとして、客演や、録音活動を中心に据えた。1962年、バイロイト音楽祭に初、登場、トリスタンとイゾルデを指揮。ピーラント・アーグナーと共に、オペラ史に三々と輝くシンバイロイト様式を、作り上げた。後に、ニーベルングの指輪も指揮。1964年、オーストリア、共和国音楽総監督、戦前のものは、 自然消滅の栄誉を授けられている。1967年、ウィーンフィル創立125周年を記念し、特に、ベームのために創設された、名誉指揮者の称号を授けられた。1973年オーストリア政府から若い、指揮者のためのカール・ベーム賞制定が発表される。1974年、ニキシュ・ベーム指輪賞が制定された。 1981年8月14日、ザルツブルクで死去。ザルツブルク音楽祭の開催中であり、レバイン式ウィーンフィルのオペラ公演は、おつやのような雰囲気になってしまったという。学生たちが眠るウィーン中央墓地提供の申し出は、遺族の希望により断られ、グラーツシュタインフェルト墓地のベーム家の墓に埋葬された。最後の録音は、同年春の映画版、エレクトラであった。 ベームは、当時のオーストリア大統領、ルドルフ・キルヒシュレーガーをして、オーストリア共和国が与える栄誉はすべて与えました、と言わしめたほど、スータの名誉職を贈られていた。ハンブルクフィルハーモニー還元楽団名誉指揮者、ロンドン公共楽団警官指揮者、ウィーン氏、グラーツ氏、ザルツブルク氏の、革命誉市民、ドイツ連邦路十字勲章、バイロイト王門名誉指輪は、 バイエルン国立歌劇場名誉会員、ダルムシュタット国立歌劇場名誉会員、ベルリンドイツオペラ名誉会員など。そのため、ベームの死は世界中に衝撃を与えた。カラヤンはコンサートでの演奏に先立って追悼の言葉を述べ、さらにモーツァルトのフリーメイソンのための創創音楽が演奏された。デヴァインがモーツァルトのレクエム、アバドが またイ受難曲をベームに捧げ、ベルリンフィルは、ベームの指揮予定だった演奏会で代行を立てず、指揮者なしの演奏会を行った。ポリーニ、カルロス・クライバー、ヨッフム、ショルティラも追悼演奏会を開いている。特に、カルロス・クライバーとバイエルン国立管弦楽団による、追悼演奏会有名である、ベートーベンの公共曲第4番と、公共曲第7番。 ザルツブルク音楽祭は、長年にわたるベームの功績を称えフェルゼンライト州で、ザルツブルク祝祭,祭小劇場とホワイエの間の大ホールをカール・ベームザールと名付けている。さらに、出身地であるグラーツとザルツブルクを結ぶインターシティ列車をカール・ベーム号 IC517-518 と名付けた。これは、現在も運行されている。ベームの身振りはいつもく控えめで、 お世辞にも格好良いバトンテクニックとは言えない。これには、アール・シュトラウスの教授、影響がある。マーラーとアール・シュトラウスは、当時を代表する指揮者であったが、全身を使って激しい指揮をするマーラーに対して、後年のアール・シュトラウスは指揮するときも常に左手をポケットに入れたままで、指揮棒を持った右手も必要最小限しか動かさなかった。カラヤンが、 ベーム八十五歳の誕生祝賀会に出席した際に、禅の構想が矢をいるとき、私が矢を飛ばすとは言わず、矢が飛ぶという。すなわち、無理のためである。これと同じく、ベームの指揮は、音楽が湧くと言える。つまり、ベームによって、音楽が自ら奏で始めるのである。と、ベームの指揮を表している。すなわち、ベームによる、演奏の魅力は、ということについて、 全体を見回した上で解釈がしっかりまとまっていることである。また聴衆を前にした時のベームは燃焼度が非常に高い演奏を繰り広げることにも触れておかなければならない。演奏に対して非常に厳しい態度で臨むことからソリストやオーケストラ団員からは愛されるというよりむしろ恐れられていた。若干20歳と4ヶ月でウィーンフィルのコンサートマスターに就任した。 ライナーキュッヒルは天皇様のように怖かったですと回想している。キュッヒル一流のジョークでもある。オーケストラの調子の遺憾にかかわらず、組まれた予定通りに稽古に打ち込み、抽象的、詩的な表現を用いずに、基本的なリズム、ダイナミクス、音程などを鋭く指摘し、音楽の土台をがっちりと固めようとする練習は、練習嫌いで知られた。 ウィーンフィルから反感を買うことしきりであったと言われる。また、非常に率直に、そしてやや毒舌を交えながら、学院に注意を与えるのが常であり、楽団員には、意地悪にさえも映ったこともある。しかし、これらの行動は音楽に対して、神経を尖らせていたために生じたものであり、ウィーンフィルの名コンサートマスターであったゲルハルトヘッセル、など、実力のある楽団員たちからの信頼は、 絶大であった、リハーサル終了後に、ベームに対して、質問、確認をするヘッツェルの姿が、リハーサル DVD で確認できる。日本公演の際も、火の鳥の練習で、ウィーンフィルの楽譜の誤りを指摘している様子が、DVD に収録されている。テレビのインタビューにて、あなたは、練習に際して、不安を持っているのですかと質問されて、はい、私はいつも不安です。 だからすぐ厳しくなるのですと本人は告白している。なお、ベームと同郷の楽団員は特別非劇にされており、ある奏者に対しベームは特に手厳しく当たっていたものの、その奏者がグラーツ出身であると知った途端、急に褒め出したという逸話もある。ウィーンフィルでは、メイフルート奏者のベルナートリップなどがそうであった。晩年、1979年頃、 脳卒中のため体調を崩し、体の自由が効かなくなったものの、一貫した耳の良さは、どのオーケストラや歌手たちからも一目置かれており、さらに楽譜の間違いを練習でよく正していたので、特に、ウィーンフィルからは、ベームの持つ学位と合わせ、音楽上の弁護士、法律顧問と評されるほどであった。ベームは、自分のオペラ制作に関係するオーケストラや、アンサンブルの配役が、 練習から本番まで一貫して変わらない理想的状態を実現した。このため、ベームに認められたこれらの歌手たちは特にベームファミリーと呼ばれる。いわばそのままが戦後ドイツオペラのトップメンバーである。など。など。ベームの実力が遺憾なく発揮された分野はオペラであった。特に、モーツァルトのコジファンツってフィガロの結婚、ドンジョバンに、 マテキなどは絶品とされる。ベーター・シュライアーも、ベームのコジファントゥッテを特に絶賛しており、他の指揮者の下ではこれほどの感激を味わえないと言った。ザリスブルク音楽祭を飾るモーツァルト指揮者でもあった。1971年にウィーンフィルと録音されたモーツァルトのレクイエムは、モーツァルト最後の心底を覗かせるような深い解釈により値が高い。 リヒャルト・シュトラウスの親としても知られ、巨匠のラフネは、ベームに検定されている主なオペラをスタジオ録音している。特に愛した作品は、ナクソス島のアリアドネであった複数の録音あり。また、影のない女の世界初全曲録音、1955、デカはレコード誌に残る異業である。当時はマイナーな作品であったため、デカは録音を渋ったが、 ベームの強い要望により、ギャラなし、一発取りで実現した。同年、ウィーン国立歌劇場の再建記念公演で、影のない女を指揮。カイルベルトやカラヤン、後のシノーポリに比べると、最小のカットで演奏しており、貴重な記録となっている、オーフを。管弦楽曲では、1958年、1963年に、録音された、ベルリンフィルを指揮しての、 サラトゥストラは各語り木やドンファン、祝典前奏曲などの還元楽曲集が名盤として知られている。バイロイトの巨匠であったことからもわかるように、1966年のバイロイト音楽祭におけるトリスタンとイゾルデのライブ録音などワーグナーについても高い評価を得た。ビルギット・ニルソンはこれまでにトリスタンとイゾルデを33人の指揮者の下で歌ったが、 誰もベームに被験することはなかったと書いている。このほか、先に挙げた、モーツァルトの作品のほか、ベートーベン、シューベルト、ブルックナー、ブラームスなど、ドイツ・オーストリア音楽においては、当時は一つの規範ともされた。ベルリン・フィルを指揮してのモーツァルトの公共曲全集と、ウィーン・フィルを指揮してのベートーベンの公共曲全集は、ベームの大きな業績である。 ベームの名が日本に知られるようになったのは早く、1930年代半ばには、商品のレコードが発売されていた。1937年11月26日には、シューマンの遺作、バイオリン競争曲の初演を含む、日独交換奏に、ゲオルククーレンカンプラと共に出演した、ポディアムより CD 化ナンバーパル1053。この放送は、ナチスの威信をかけたもので、 当時すでに、クーレンカンプ同様、ベームは、ドイツ圏内で主要な指揮者であったことがわかるが、日本ではあくまでも、シューマンの遺作の世界初演を聴く演奏であり、ベームの知名度を高めることはなかった。ほどなく、第二次世界大戦勃発によって、現場の供給も途絶え、ベームの名はしばらく、日本では聞かれなくなった。ベームの人気や知名度が、飛躍的に高くなるのは、戦後のことであった。 ベームが亡くなる際にも、既得の段階から、新聞やテレビニュースで報じられていたほどである。ベームの来日は1963年、1975年、1977年、及び1980年の4回。1979年にも、来日の予定、読売日本公共楽団の招兵であったが、体調不良のためキャンセルされている。 1963年に開場した日清劇場のコケラ落としのために、ベルリンドイツオペラを率いた初来日、同校、ロリン・マゼール、ハインリッヒ・ホルライザー。ベームは、ベートーベンの、フィデリオとモーツァルトの、フィガロの結婚、特別演奏会の、第9を指揮した。両、オペラとも、ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウ、クリスタル・ウトビヒ、バルター・ベリー。 グスタフ・ナイトリンガーラの名歌手が多数出演した。第9演奏会では、演奏後に殺到した多くのファンが、ベームの足に抱きつき、身動きできなくなったこともある。日本でのベームの人気に一気に火がついた1975年の公演は、ウィーン・フィルを率いての公演であり、全評判に違わぬ演奏が大きな反響を呼んだ。あまりの反響の大きさにベームは感激し、時期こそ決めないものの、 再びの来日を即断したとも言われる。わずか2年後の1977年に再来日が決定したのは、その他に来ていた話をベームが全て断り最優先で、時間を作ったからだった。両公演は NHK や東京 FM によって多数録音され、一部は CD や DVD として販売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。